皆さんこんにちは、火の住処チャンネル小林です。今回は火の住処のモデルハウス S-BOX のご紹介をしたいと思います。この S-BOX なんですけども、坪数が 31.5 坪とコンパクトなモデルハウスになっています。通常モデルハウスというと少し大きく作って、例えば50坪とか60坪みたいなモデルハウスもありますが、このモデルハウスに関してはよりリアルな建物をご覧になっていただけるようにコンパクトなデザインになっています。じゃあコンパクトだから何かを諦めてるの？というとそんなこともないんですよね。例えばこのモデルハウスで使ってる材料、素材感のところで言うと、自然素材を使っているのは何も妥協はしてないです。外壁にはリシンの書き落としといって、職人さんが塗り壁をして、それをハンガー開きの状態で削って、そんな塗り壁仕上げにもなってますし、屋根はガルバリウム、そして室内に関しては珪藻土、床の材料に関しては1階はニレという広葉樹を使っていて、2階はナラという広葉樹の床板を使っています。構造材に関しては、ここは埼玉県本庄市のモデルハウスになるので、秩父の杉の木を使ってあげています。素材的な良さに加えて、 31.5 坪のそのコンパクトなスペースの中に家族4人、ご夫婦とお子さん2人が広く暮らせるような、そんな工夫をしてあげてます。じゃあなぜ 31.5 坪なの？というところになると、土地から建物を建てるっていう時に、土地を大きく買おうとすると金額が上がってしまうっていうのもあります。そんな中で街中でよくある50坪から70坪の敷地の中に、この埼玉県北部、群馬県南部っていう地域だと、どうしても建物のサイズっていうのが決まってしまう部分があります。それはやはり大人の数だけ駐車場がいるっていうのが必要な地域にもなるので、駐車場2台を設けてお庭を取ろうとすると、どうしても建物って建てれるのってここだけだよってなってしまう時があるんですよね。その時に建物の大きさは決めて、その中の間取りっていうのを我々設計士の方がデザインしていくのがこの S-BOX になります。今の建物っていうのはデザインがいい、素材感がいいっていう部分だけだと、やはり暮らしやすさにはつながりにくい部分があります。そのちょうどいいバランスっていうのをしてあげるのに、やはり性能っていうのは大事になってくるんですね。火の住処の標準性能としては、耐震等級3っていうところと、あとは断熱性能でいうとヒート二重基準と言われるものだと G2UH っていう数字で言うと 0.42 っていうのが標準になるんですね。あとは気密性能というところで、隙間風が入っているとやはり寒くなりやすいんです。その隙間風が少ないように、だいたい 0.4 から 0.7 の間というのが火の住処の標準的な仕様になりますね。このデザイン、素材、暮らしやすさ、あとはパッシブって言われるような自然の力を使って心地いいよね、そういったところっていうのが評価されて、この建物は2022年のグッドデザイン賞を受賞することができました。評価っていうところで言うと、やはりバランスです。何か一つがいいだけではなくて、全体的トータルで心地いい、暮らしやすい、おしゃれだよねっていうところも含めて評価された結果になりますね。で、このモデルハウスに関してはお庭を広く取ってるんですね。芝生の空間もあったり、駐車場もあったり、マルシェっていうものを開いてあげることもできます。例えばなんですけど、青空バザーのような形で作家さんが物を売ってたり、お客様同士の交流の場にもなってますね。そのお庭空間とお部屋の中の空間をつながるように大きなデッキがあります。お部屋の中からデッキの空間を通って、さらにお庭に行ってあげる、この開放的な空間、間取りっていうのも、やはり日々の暮らしっていうところの充実感っていうところにも加わってくるかなと思いますね。外物干しっていうと、どうしても家を出る時ってあるじゃないですか。梅雨の時期なんかは急に雨が降ってきちゃう、
そうなるとせっかく干していい匂いになっている洗濯物が濡れてしまうんですよね。そうならないように物干しスペースの屋根をガラス屋根にしてるんですね。お日様は当たって風は通るけど雨は当たらないよっていう風にしてあげてます。そういった工夫っていうのがやはり楽な気持ちにもなりますよね。で、玄関を入っていくところのアプローチなんですけども、一つ一つステップになってますが、これが豆砂利洗い出しという仕上げになってます。木の住処では標準の仕上がりになっているんですけども、滑りにくいっていう特徴もあるので、あとはやはりちょっと高級感がある、そんな仕上げになってますね。で、そのアプローチを入っていくと玄関になるんですけども、どうしても玄関って暗くなりやすいんですよね。なので屋根をガラスの屋根にしてあげることによって明かりが入ってくる。で、外から道からの視線が気にならないように外物置っていうものを置いてあげてます。この外物置があることによって視線は隠せるし、さらにお子さんのベビーカーを置いたり、バーベキューセットだったりとかキャンプ用品だったりとか、そういったものが置けるような空間にもなってますね。もう一つ、外には大きな物置を作ってます。建物と一体的にしているんですけども、こういったような空間があることによって難度的な部分を減らしてあげる。外に置いとくものは外に置いといてあげれるよねというものや、あとはやはりバーベキューをするときには水栓が大事になったりもするので、屋根付きの外空間っていうのがあるようなデザインになってますね。実際にその決まった中でどういうふうにデザインをしていくかっていうと、やはりリビング、ダイニングといった一番家族がいる場所、そこが例えば明るく会話が弾むようなそんな間取りにしてあげる。このモデルに関して言うと、リビングは6畳の空間、ダイニングは8畳の空間という形で、それぞれの数字で見ると少しコンパクトに感じます。ただそのコンパクトな空間をつなげることによってリビングダイニングで14畳の空間になるんですね。そこを実際の坪数や畳数と言われるものよりも広く見せるようにデザイン、これが大事になってきます。このリビングダイニングに関して言うと、南側に大きな窓があるんですね。1階と2階の吹き抜けが同じ大きさの窓がつながっています。これは冬場、建物の中が暖かくなるっていうのがすごい大事になってくるんですけども、それに加えて明るさっていうのもやはり暮らしていく中では大事ですよね。そういったところっていうのをデザインしてあげる。じゃあ窓を大きく取りすぎると夏場暑いんじゃないのっていうマイナスな部分って出てきますよね。その夏場暑いっていうのを基本的にないように軒の出っていうのを全て計算してあげます。ただこの軒の出っていうのは、夏場はなるべく出てる方がいい、冬場はお日様がなるべく入ってほしいのでなるべく短い方がいいみたいなのがあるんですけども、そこのちょうどいいっていう部分をデザインしてあげるっていうところですね。このモデルに関しては2階の軒を出してあげることによって2階からの日を入れるっていうのはデザインしてあげてるんですけども、1階部分に関しては少し軒の部分が足らなくなるんですね。その時にはタープを使うことによって1階夏場に関してはお日様が入らないっていうような工夫ができるようなモデルハウスになってます。この建物は1台のエアコンで全館冷暖房ができるという形になってます。暖かい空気は床から出てくるようになっていて、冷たい空気は上から出てくるようになってます。冷たい空気が床下に行ってしまうと夏場とても気持ち悪い感じになってしまうっていうのと、暖かい空気は自然に上に上がっていくっていうのもあるので、そういった利点を生かして全館冷暖房をしてあげてますね。リビングダイニングともう一つつながってて広く感じるのはキッチンですよね。最近だとやっぱり対面式のキッチンっていうのが人気です。キッチンの収納って意外に浅いものがいっぱいあった方が楽な時があるんですよね。っていうのはしまう場所が決まってればそこにちゃんと戻すっていうことが習慣になってくるので、そうすると雑多にならないっていうのがあります。それを可能にするためには
造作という形で職人さんが作った収納っていうのが大事になりますね。火の住処の場合ではこの職人さんが作った収納っていうのを入れられる方が多いんですね。これはやはり家族によって家庭によって使いやすさって違うと思うんですよ。その中で引き戸にしてあげるのか引き出しにしてあげるのか、もしくは奥行き、お皿の大きさってどのぐらいなのとか、そういったところが設計の方が皆さんのしまうものや使いやすいに合わせてデザインしてあげる形になってます。キッチンに立った時にダイニングとリビングが見渡せるっていうところと、プラスアルファでキッチンからとキッチンに近いっていうところですごい使いやすいのがパントリー、ママコーナーになります。このモデルはそのパントリーやママコーナーっていうのが後ろにすぐ入れるような動線になってるんですね。この間取りっていうのがやはり暮らしていく中で使いやすい、少しキッチンにいて待ってる時間っていうのをママコーナーでいることができるであったりとか、あえて扉で閉めないパントリーにすることによって狭く感じないような工夫をしてますね。キッチンからもう一つ近いところで大事なのは家事楽と言われますが、水回りです。洗面、脱衣、お風呂、この水回りがキッチンと近いと、例えばなんですけども朝のバタバタしてる時っていうのがキッチンにいながら洗面、脱衣、さらには洗濯機が近いところにあると、朝の忙しい時間帯をキッチンをしながら洗濯物も干せるであったりとか、時短っていうところにもつながってくるかなと思います。この水回りなんですけども、火の住処の場合には床がコルクが標準になってるんですね。コルクって水に弱いんじゃないのって思われる方いらっしゃるんですけども、ワインの栓ってコルクなんですよね。水が染み込まないっていう特徴が大事なんです。そういった素材の利点っていうのを活かしながら、この洗面に関しては造作っていう形で職人さんが作ってます。なので下をオープンにしたいかなとか、収納はどういう大きさがいいかなとか、そういったところもお話ししながら作ってますね。で、洗濯物を干す時っていうのはなるべく短い動線の方が楽なんですよね。室内干しっていうのもありますが、やはり晴れた日には外で干すのも気持ちいいです。その時にこの建物は両手が塞がってる状態でも外に出やすいように引き戸になってたりとか、そこからの距離が短いので干しやすいよ、しまいやすいよみたいな形にしてますね。お風呂に関してはハーフユニットバスという形で、半分から下がユニットバスで、半分から上が造作という形で職人さんが作ったお風呂になっています。こういったホテルライクのようなデザインっていうのも魅力の一つですね。このオープンな空間の中で大きな窓が2つあるんですね。南側には通常のサッシで開けっぱなしにできるようなサッシを使ってるんですけども、西側に関して言うとアイランドプロファイルという木製サッシを使ってます。ここに関しては西側の空間が開けているので、そちら側とのつながりというのも意識してつけているんですけども、やはり家にいる中で外とのつながりってすごい大事ですよね。そこが大開口の高気密高断熱の木製サッシっていうものをつけてあげることによって、建物のデザイン感っていうところが一つ上のランクに上がるようなデザインをしてあげてますね。造作のアイアンの階段を登っていくと、上がったところにスタディーコーナー、書斎コーナーがあります。やはり家族っているのはわかるけども直接目が合ってないっていうのも、意外に家族同士の距離感というところでは大事になってくるんですよね。なので例えばキッチンでお料理を作ってる音が聞こえる、その音が聞こえるけども勉強や仕事には集中できるっていうのも、この大きなスタディーコーナー書斎スペースではすることもできますし、そこから外の景色が見える、そういったところっていうのもやはり勉強した時のちょっとほっとつける工夫にもなっているのかなと思います。で、そのスタディーコーナーの後ろには子供部屋があります。4畳半と4畳半のお部屋と、後から収納で分けれるようにという形でオープンな空間にしてあるんですね。で、後から構造材や
床材をそこまで傷つけることなく分けることができるっていうデザイン。この子供部屋からはロフトのオープンな空間とつながっているので、勾配天井っていうんですけども、屋根の角度に合わせた天井になっているので開放的な部分にもなってますね。で、このロフトなんですけども、人が立てないぐらいの高さなんですね。この人が立てないぐらいの高さっていうところのロフト、言ったら物置です。難度っていうのを作ってあげることもいいんですけども、やはりコンパクトな空間に難度を大きく取ってしまうと、それぞれのお部屋が狭くなってしまうっていうリスクもあります。なので、この建物に関してはロフトっていうところを物が置いとける場所、例えば季節のもの、扇風機や加湿器、あとはスキーやスノーボードの道具みたいなものを置いといてあげれる、そんな場所になってますね。その奥には6畳の寝室があります。意外に寝室って6畳でも十分な広さが取れる、ベッド2台置ければいいよねっていう場合には6畳でも十分なんですよね。ただ狭くならないようにここも勾配天井になってます。広く見えるような空間になってますね。さらに木が見えるっていうところで言うと、リビングも寝室もそうなんですけども、視界の中に梁といった木が見えるっていうのも落ち着きにつながるので、そこも気持ちの面でも安らげる空間になってますね。で、今回はこの寝室からプライベートクロークという形でウォークインクローゼットに入れるようになっています。これは3畳のウォークインクローゼットなんですけども、高さを調整できたりとか、あとは人によってはお持ちのタンスだったりを入れたりっていうのもあるので、この3畳の空間のレイアウトを考えるのも我々設計士の役割かなと思います。今回は埼玉県本庄市にある 31.5 坪のモデルハウス S ボックスをご紹介しました。ありがとうございました。